おいしさのバニラカヌレだよ。パカーン。おー、カヌレがね、8つも入ってる。今日はね、解凍しただけのものと焼いて食べるものの2つの食べ方をしてみるよ。きれいなカヌレだね。ではでは、解凍したものからいただきまちょ。もっちり生地がおいしいね。外は硬くてもちもち、焦がした風味がね、とってもおいしいです。中はね、逆にね、すごく柔らかいですね。なんかね、くにくにもちもちしたバニラアイスを食べてるみたいです。次はね、焼いて冷ましたカヌレだよ。バターのさ、こんがりしたいい匂いがしますね。ガブリ、噛みついちゃっていいかな。もっちり感はね、少し減ったけど、今度はね、カリッと感が出ましたね。それでね、じゅわっとした生地を噛み砕くと、バターと卵とバニラと、あとね、洋酒の風味が溶け出してきます。さっきのカヌレよりさ、たくさんの味がね、染み出してくる感じですね。これはね、美味しいです。